こんばんは、日常演舞です。いや、9月になったというのに、まだまだ暑いですね。しかも、この暑さは今後も続くと来てます。ため息ばかりもついていられませんので、今日はいろいろなアイスを最近食べたんですよね。やっぱり暑い時にはひんやりしたいと思って、で、今日はそれを写真で紹介していきたいと思いますので、どうかご覧ください。では、1つ目は、まろやかな甘さが印象的なミルキーがソフトクリーム。あの甘さがアイスだと思う。2つ目、ザクザクなクレープチョコアイス。アイスが溶けかけてたのは残念だけど、もっちりクレープと相性バッチリ。アイスの実、秋の味覚ブドウが使われてるので爽やかな甘さが口の中に広がる。最後は高級アイスハーゲンダッツ。3つとも前にレビューしたことあるんです。で、比べると美味しい。でも最初に合わせたので写真になってます。いかがでしたか？で、何かあなたの気になるアイスありました？本当は31とゴディバのコラボアイスも食べたかったんですが、自分が行った段階でお店が開くのはあと1時間先だったんです。で、今の気温で1時間外で待つっていうのはさすがに無理なので、もう今回は断念しました。また機会があれば食べたいんですけど、いろいろ時期を知って厳しいんですよね。ちょっと愚痴っぽくなりましたが、それはここまでにして、今回食べたアイス、最初の富士屋ミルキーはただのミルクとは違う。ミルキーの滑らかな味わいと甘さが中で広がってきまして美味しかったです。ザクザクワッフルコーンの相性もバッチリ。次に食べたクレープアイス、名前忘れたけど、わー、なんて言ったらいいのかな。ちょっとアイスが取りかけてしまったのが残念だったんですけど、ポチッとしたクレープ生地とザクザクチョコクッキー、アイスの相性は全部バッチリで、ただクレープでアイスを包んだのとは違った味わいがありました。グリコアイスの麺、なんだろうね、ちょっと溶けかけたのが良かったのか、潰すだけでダメ、ちょっと潰れて中からマスカットやブドウの爽やかな甘さが広がってきました。最後に食べたハーゲンダッツ、なんかクッキークリーム、ストロベリー、バニラ、それぞれ一つずつ食べたことはあるんですけど、食べ比べてみるとまたそれぞれ違った個性があって美味しかった。特にストロベリーのジュワッと広がる甘酸っぱさが、他のいちごアイスとは一味も二味も違って、今回食べた中で一番美味しかったので、代表として5点を出していただきたいね。それでは本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。そしてもしあなたのおすすめアイスがありましたら、私に教えていただけるともっと嬉しくなります。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。